皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。今回は初秋のガーデニングということで、挿し芽をしたり摘心をしたり花柄を摘んだりガーデンのお花をご紹介させていただいたりといった内容になっております。よろしければのんびりと最後までご覧ください。種をまいたコスモス、本葉が少しだけ出てきました。今日は2回目の間引きです。最終的には1つのセルに1株、計16株のコスモスを咲かせたいと思っています。コメントでもいただいていましたが、同じくらいのペースでコスモスを育てていらっしゃる方々も多いと思うので、一緒に花を咲かせていきましょう。こちらはホームセンターで出会った見切り品の宿根バーベナ、ミータンって書いてあります。私、弟が一人いまして、幼い頃はですね、ミー君って呼ばれていたんですね。だから買ったわけじゃないんですけども、ミータンという名前の宿根バーベナです。見切り品ではありますが、葉っぱにとても張りがあったので、この枝を使って挿し芽をして、そして株は別の鉢に植え替えて、できれば花を咲かせてあげたいなと思っています。切り戻しを兼ねて、この辺りの脇芽の上でカットして挿し穂を作っていきます。あとは全体的に同じ高さになるように切り戻しを行っていきます。このような形で切り戻しをしました。株元の傷んでる葉っぱも取り除いておきます。挿し穂用にカットした茎はしばらく水揚げをしておきます。こちらはスプーン咲きのオステオスペルマム、バーベナと一緒に挿し芽を行います。この真っ黒くてちょっとみすぼらしい鉢カバーはですね、100円ショップで購入した麻袋です。で、買った当初は素敵な麻袋だったんですが、やっぱり外で管理するとこうなりますね。で、なぜ麻袋に入れたかと言いますと、以前の動画でもご紹介したんですが、このオステオスペルマムは透明なこのプラスチックケースで育てていました。根っこの張り具合とか、あとはこう水をあげた時にどういうふうに土に浸透していくのかっていうのも見たいなと思って、透明なプラスチックのケースに植え付けたものです。普段は見ることができない根っこの成長具合なども見ることができて、とても有意義な育て方でした。このオステオスペルマムも元気な茎を選んで挿し穂を作っていきます。バーベナと同じようにしばらく水揚げです。この宿根バーベナは10月くらいまで花は咲いてくれると思うので、なんとか植え替えを行ってこの秋に花を咲かせたいなと思っています。水揚げをしている間にこのバーベナの植え替えを行います。今年は雨が多かったですね。私の庭にはですね、宿根バーベナがもともと植えてあるんですけれども、結構雨のせいもあって傷んでしまって半分ぐらいになっちゃったんですよね。なのでこのバーベナを元気に育てて、また庭にも植え付けたいなと思っているところです。100円ショップで購入した一回り大きな素焼きの鉢に植え替えました。こちらは15サイズの素焼きの鉢。この鉢には先ほどのオステオスペルマムを植え付けます。根っこが張っているのでなかなか取りづらかったんですが、鉢というかプラスチックを叩いて取り出しました。
びっしりと根が張っています。しっかりと根が張っているので、地表部分も茎が太くてとても元気です。私好きな言葉で、何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ、やがて大きな花が咲くっていう言葉があるんですけれども、まあ、人間はなかなかこれ難しかったりもするんですが、宿根草はそれをやってるんですよね。見習うべき部分が多いですね。こちらは挿し芽で育てたペチュニアたち、まあ、最後の挿し芽組ですね。このペチュニアたちもいくつかオステオスペルマムと一緒にあの鉢に植え付けます。あとはこちら、種から育てた五色唐辛子、こちらも植え付けていきます。五色唐辛子は株がまだ小さいんですが、花が咲き始めています。ペチュニアもつぼみが少し上がってきていますし、オステオスペルマムも、まあ、11月ぐらいまで開花期間があるので、先ほど挿し穂用の茎は取ったんですが、花が咲きそうな茎も残してあります。今は全然花が咲いてないんですが、これから秋に向けて花がたくさん咲いてくれるといいですね。ここでもう一つ植え替えついでに摘心を行っていきます。こちらは夏に挿し芽をしたオステオスペルマムとマーガレット、順調に育っているようです。このオステオスペルマム、脇芽が出てきているので、ちょっとこの辺で摘心をしようかなと思いまして、何株かこのように先端を切り取っていきます。まだ若い芽の先端を切るのはなかなか勇気がいる作業ではありますが、花を増やすためということで頑張ってハサミを入れました。こちらの3株は念のためハサミを入れずに残しておきます。だいたい小1時間ぐらい水あげを行いましたので、挿し芽を行っていきましょう。まずはつぼみを取って、そして下の葉っぱを取り除いて、節を残したところあたりで斜めにカット。発根促進剤のルートをつけて刺していきます。まずは宿根バーベナを9株刺しました。続いてはオステオスペルマムです。容量は同じですね。下の葉を切り取っていきまして、まあ、節を残したあたりで斜めにカットして、そして発根促進剤のルートンをつけて刺していきます。葉っぱの面積が大きいので、葉っぱからこう逃げていく水蒸気の量も多いと思うので、まあ、刺し芽をして様子を見つつ、あまりにもこう葉っぱがクターっとしちゃうようだったら、葉っぱの面積をもう少し減らすために半分に切ることも考えてます。とりあえずは葉っぱはカットせずに枚数を減らして刺していきます。ちなみに使っている土はいつも使っている鹿沼土、こちらも、まあ、1回2回使ったものをですね、再生させて、まあ、再生というかきれいにして、再利用している鹿沼土です。であらかじめ濡らしておきまして、穴を開けておきます。その穴に刺していきます。宿根バーベナ9株、オステオスペルマム9株刺しました。
まあ、刺身をする時期としてはそれほど悪い時期ではないと思いますので、この後は日陰で風通しのいいところで管理をしまして、毎日水をあげて、そして葉っぱにも水をかけてあげたりしながら、しっかりと根付いてくれるように管理していきます。まだ朝顔は元気に咲いています。こちらはもみじにこんがらがった朝顔ですね。純白の朝顔、毎朝朝日を浴びて気持ちよさそうに花を咲かせています。お花はとっても優雅に咲いているんですが、足元を見ると茎はもみじにこんがらがっています。親の心こしらずといったところでしょうか。そしてその隣ではひまわりのサンビリーバブルが元気に咲いています。まあ秋になりましたが、まだまだ衰えを知らず、毎日たくさんの花を咲かせてくれています。やっぱりひまわりって見ているとこちらまで明るい気持ちにさせてくれる、そんなお花ですね。そしてこちらがピラミッドアジサイ、道路にせり出すような形で私を見てと言わんばかりに咲いています。そしてその隣ではカリブラコアスーパーベルレモンスライスが私も見てと言わんばかりに咲いています。ではサンビリーバブルの花柄を摘んでいきますね。このサンビリーバブルは千輪咲くという歌い文句ですよね。で、私も千輪咲かせようと思って購入しました。ただこの株はですね、ちょっと売れ残り的な株で、買った時期がちょっと遅かったんですね。なので、千輪は無理だと思って500輪を目標に今育てているところです。で、咲いた花をカウントするのはちょっと難しいので、花柄を摘んだ数でカウントしています。では今現在何輪咲いたかを発表します。黒板に書いてあるんですが62輪です。
まだまだ目標の500、1000には程遠いんですが、これからも頑張って育てます。では最後にカボスの収穫です。今年は4つしか取れませんでした。食欲の秋ですからね、数少ないカボスをどう使うか、これからじっくり考えていきます。ということで、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。これからもガーデニングの季節、一緒に楽しんでいきましょう。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた。